不満感あるある。あー、なんだかお腹が減ってきたな。夜食でも食べるか。確かカップラーメンを買ってた気がする。あったー、よっしゃ、食べよ。残り2分。もういっか、硬麺の方が好きだし食べよ。いただきます。めっちゃ辛いけどめっちゃうまい。ごちそうさまでした。ティッシュティッシュ。ああ最悪、ティッシュ入ってないじゃん。タコティッシュの中身が入っていなかった時の不満感。ヒヒ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 、彼の相手にもらっちゃった。バンバーイバンバーイ。よし、彼の家へレッツゴー。よし到着。なんで鍵抜けないのよ。刺した鍵がどうやっても抜けなくなった時の不満感。ここのカフェ久しぶり来たな。ラモンはそれ何頼んだの。カフェモカだよ。スキブはなんかね、小さく名前忘れちゃった。あははは。よし、飲む前に手を拭かないとね。ここからカットするよね。何これ、全然切れないんですけど。切り口と書いているけど全然切れない時の不満感。明日は彼と付き合って3ヶ月の記念日。サプライズで彼へのプレゼント用意しちゃったのね。あー、私ってなんてロマンチックな彼女なんだろう。きっと彼も大喜びするだろうな。翌日。はい、これ記念日だから私からのプレゼント。あ、ありがとう。反応薄っ。サプライズプレゼントしたのに想像してた以上に反応が薄かった時の不満感。ラモンに手紙書こうっと。あ、間違えた。あー最悪。買ったばかりの消しゴムの角が折れやすい不満感。あー、いっぱい買ったね。うん、じゃあそろそろ帰ろっか。下道だと1時間くらいかかるから高速で帰ろう。1時間後。全然前に進まないね。うん、下道で帰った方が早かったね。高速道路で渋滞により高速で走れない不満感。インスタに投稿した写真、誰かコメントしてくれてるかな。どれどれ。お前頭おかしいんじゃないの。またアンチか。しかもそのアンチコメントにめっちゃいいねついてるじゃん。ちっ、アンチコメントと同じくらいそのコメントにいいねしてる人に対する不満感。あ、別の回押しちゃった。確かボタン連打したらキャンセルできたはずだけど。ダメだ、このエレベーターキャンセル対応機能ついてないみたい。エレベーターで違う回を押し間違えてキャンセルできない時の不満感。ちくしょう、また取れなかった。あと100円で取れそうなんだけどな。もう一回やってみるね。取れないで。あと100円で取れそうなのに全然取れない UFO キャッチャーへの不満感。